GK シンクチェーンを利用した最新レイヤー2プロジェクト、そして17万人のツイッターフォロワーを獲得済み。もはや高騰確実の銘柄カラットド。2023年後半最大期待値の銘柄を紹介します。どうも皆さんこんにちは、クリプト機動隊のミサトです。突然なんですが、先月ご飯食べた後に友達と数年ぶりにゲーセンの UFO キャッチャーやったんですね。そしたらですね、1時間くらいしか滞在してないんですが、よくわかんないぬいぐるみ3個とでっかいハイチュウとカップラーメンが大量に取れました。昔は2000円くらいかけても全然取れなかったんですが、今回 UFO キャッチャーの達人みたいな友達にコツを教わって、その通りやってみたらポンポン取れちゃったんですよね。遊びでも仕事でも、それこそ仮想通貨投資でも何でもそうだと思うんですが、うまくいかない時は一生うまくいかないような気持ちになるんですけど、ふっとしたきっかけでコツがつかめてうまくいったりすることありますよね。ぜひあなたも日頃うまくいかないなって思ってること、いろいろあると思うんですけど、どんどん上手い人に聞いてコツをつかんでほしいなって改めて思いました。もちろん投資や資産構築、仮想通貨に関することは引き続き我々に遠慮なくメッセージいただけたら必ずお返事させていただきますので、これからもメッセージお待ちしています。というわけで、本日は以前からお伝えしていた GK シンク関連の激アツプロジェクトを見つけましたので、早速取り上げたいと思います。 GK シンクというと、先日この動画でもお伝えしたように、イーサリアムチェーンや BNB チェーンと並んで今後 120% 浸透していくであろうチェーンとして今大注目を浴びています。イーサリアムや BNB の良いとこ取りをしつつ、送金スピードも送金手数料も格安なチェーンなんですよね。その GK シンクチェーンを採用するプロジェクトは当然ながら今後最も期待値が高いプロジェクトなので、我々も必死になって探していたのですが、ついにまさに探していたようなプロジェクトを見つけました。本日はそんな GK シンク関連プロジェクト、カラットダオについて詳しく解説していきますので、2023年後半戦、仮想通貨市場で最も高い期待値がある銘柄を知りたい、今後500倍、1000倍といった高騰を少額投資で狙いたい、そんな風に思っている方は、ぜひ本日の動画最後までご視聴ください。ここで、クリプト機動隊からお知らせです。我々は、現在の仮想通貨市場をリサーチし、可能性のあるコインの精査をチームで進めています。現在の仮想通貨市場は、信頼度に欠ける情報が横行していますが、中には本当に100倍以上の価格上昇を狙える情報も多数存在しています。この本物の情報さえ入手すれば、仮想通貨投資で億の資産を築くことは簡単です。ただこうした貴重な情報は通常のリサーチ方法では簡単に入手できません。そこで我々クリプト機動隊は、投資で各々が1億円以上の資産を構築したメンバー同士で意見交換をし、徹底的に精査した情報のみを LINE 登録者限定で公開しています。本気で100倍銘柄を狙っていきたい方は、この動画の概要欄からクリプト機動隊の公式 LINE とチャンネル登録をよろしくお願いします。正しい知識を持って一緒に資産を築きましょう。それでは動画の続きへどうぞ。それでは早速本編に入って、まずはカラットダオの概要を解説した後に、具体的にどんなプロジェクトなのか解説していきます。最初に概要についてですが、カラットダオはこんな感じの近未来っぽいイメージのウサギがモチーフの NFT プロジェクトです。トークンリリース前にもかかわらず、世界的な仮想通貨取引所のクーコインや OKX などなど世界でも有数の取引所とすでにタッグを組んでいます。また冒頭でも紹介したように、今後イーサや BNB に並ぶ必須のチェーンとなっていくであろう GK シンクチェーンを使ったレイヤー2プロジェクトなので、これから間違いなく市場で大暴れするであろう銘柄と言われています。レイヤー2銘柄という部分だけを切り取っても、昨年からポリゴンやオプティミズムを筆頭にレイヤー2銘柄の高騰がかなり目立っていますよね。イーサリアムなどセキュリティが高い主要通貨ながら、送金スピードが遅く手数料が高いチェーンの問題を改善し、セキュリティも高くスピードも速く手数料も安い、そんな良いとこ取りのチェーンを実現するのがレイヤー2銘柄です。そして新規銘柄の期待値を見極める際に重要な SNS のフォロワー数を見ても、 Twitter がすでに17万4千人と半端ない数のフォロワーがいます。このようにカラットダオは現状すでに、1大手取引所のバックアップがあること、2 GK シンクチェーン銘柄であること、3レイヤー2銘柄として期待値が高いこと、4 SNS のフォロワー数も20万人に迫っていること、こういった今後高騰するであろう銘柄の条件をことごとくクリアした銘柄なんですね。ではなぜこのように注目されているのかを知るためにも、プロジェクトの内容、カラットダオが提供するサービスがどんなものなのかを見ていきましょう。カラットダオが提供するサービスは簡単に言うと、あなたが生み出したあらゆるデジタルデータが報酬に変わる、あなた専用のお店のようなイメージです。言い換えれば、あなたの生み出した全てのデータを報酬付きで管理してくれる銀行と言っても良いかもしれません。あなたのデータを誰かが引き出そうとすれば、銀行と同じように手数料がかかり、その手数料があなたに支払われるわけですね。あなたが生み出したデータって何と思う方もいるかもしれませんが、例えばあなたが撮った写メ、あなたが作った曲、あなたが描いたイラスト、あなたが編集した動画などなど、あなたが生み出したあらゆるアイデア、
もう何もかも全てです。今だったら例えばあなたが旅行先で綺麗な風景の写真をスマホで撮ってネットに上げたら、平気で無断で使われてしまいますよね。画面をスクショしてダウンロードすれば誰でも無料で使えてしまうので、たとえその画像が人気が出てめちゃくちゃバズっても、後からあの写真撮ったの実は私なんですけどって名乗り出たところで誰も聞いてくれないと思います。こういった今まで野放しにされていたデジタルデータを財産として守ってくれて、しかも自分で決めたルールで他人から報酬をもらえるといった仕組みをカラットダウは開発しています。この開発がうまく進めば、他の人が勝手にあなたのデータを見たり使ったりすることは金輪際できなくなります。逆に誰かがデータを使おうとするたびに、あなたにチャリンチャリンと報酬が入ってくるわけですね。そもそも仮想通貨で使われているブロックチェーン技術は、データの行き来を全て記録することができるからこそ成り立っていて、あなたが画像をアップして、それを誰かが使おうとしてダウンロードするまでの全過程は記録されるので、途中で無断で使おうとする人がいても証拠が全て残るわけです。カラットダウはここに目をつけたわけですね。ただもしかするとここまで聞いて、自分は写真の才能も作曲の才能もないから関係ないと思った方もいるかもしれません。でも安心してください。そんな一部の人しか得をしない情報であれば、我々はわざわざ動画で紹介しません。写真も作曲もできない、絵も描けないという世の中の 99% の人がしっかりと利益を出せる仕組みがこのカラットダウにはあります。それを今から説明します。一般の方がカラットダウで稼いでいくための方法を一言で言うと、検証して稼ぐ、いわばベリファイトゥーアンということになります。検証して稼ぐってちょっと分かりにくいですよね。ここはあまり難しく考えずに、カラットダウに何かしら参加することで報酬がもらえると考えてもらって大丈夫です。一番簡単なことで言えば、シンプルにカラットダウを利用する、カラットダウを紹介するってことですね。カラットダウを利用紹介するには2通りあります。1、バリデータ、2、クレーマー。この2つですね。まずバリデーターですが、これは主に紹介をする人です。インフルエンサーのようなイメージですね。カラットダウを1人でも多くの人に紹介し、登録してもらうことで報酬をもらえるのですが、専用の高額な NFT を購入する必要があります。そして残念ながらその NFT はすでに完売してしまっています。となると、これからカラットダウで稼いでいくにはクレーマーになる必要があります。クレーマーはバリデーターの作った仕組みを使ってカラットダウに参加して報酬を受け取ります。報酬が決まる要素はいろいろとあって、ご自身が参加したバリデーターのレベル、参加した時の自身のウォレット残高、自身のウォレットを作成してからの年数などなど様々です。信頼されているバリデーターの紹介で参加することができると報酬も高く、また参加した時のメタマスクなどのウォレットが昨日今日急いで作ったものではなくて、何年も取引に使用していたり、ウォレット内に多額の仮想通貨が入っている人、こういった日頃からしっかりと取引をしていることが証明できる人が、より多くの報酬をもらえるということになります。またクレーマーになるためにも NFT は必要なのですが、クレーマーの NFT は手数料以外は無料で手に入るようです。ここまでカラットダウの概要を分かりやすくお伝えしてきましたが、実はカラットダウについてはまだ3分の1くらいの内容しかお伝えできていなくて、まだまだ深掘りすることが可能です。希望者が多ければ、カラットダウの仕組みについてもっと深く解説した動画を公開しようと思いますので、もし続きの動画を見たい方や、カラットダウに安い価格で参加する方法について興味のある方は、我々の LINE からカラッと深掘りとキーワードをください。カラットについて進捗があり次第優先して情報を共有したいと思います。早いもので今年ももう半分が過ぎましたが、2023年こそ期待値100倍1000倍の銘柄を手に入れたいと考えていた方にとって、今年最後の大型銘柄になる可能性も高いので、ぜひ遠慮なく LINE からキーワードやメッセージをお待ちしています。それでは本日は最後に、カラットダウがこれだけ期待されているファンダ的要素、プロジェクト内容とは別に一つ紹介して動画を終えたいと思います。カラットダウは創設者の方がめちゃめちゃ優秀です。いろんなプロジェクトの創設者を今まで紹介してきましたが、今回は正直言ってレベチですね。カラットダウの創設者ルディ・ロンさんは、世界長者番付を発表しているアメリカの雑誌フォーブス誌が選ぶ30歳未満の起業家ベスト30に選出された非常に有名で優秀な方です。マジックアイスキューブというマスクなどの衛生用品を取り扱っている企業の創設者でもあり、コロナ禍におけるマスク事業で一大資産を作り上げた経営者としても非常に有名な方なんですね。マジックアイスキューブ自体、 FBI、 スターバックスコーヒーなどそうそうたる企業と関わりがある企業です。この方が創設者ということもあり、すでにツイッターのフォロワーは17万人近くと、現在海外の投資家もかなり注目する銘柄に成長しています。というわけで、ここまで本日は2023年後半最大の期待値を誇る銘柄カラットダウについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。まとめると、カラットダウは 1. OKX やクーコインなど大手取引所のバックアップ、 2. GK シンクチェーン関連の銘柄、 3. 昨年から続くレイヤー2銘柄としての期待値、4. 17万人を超える SNS のフォロワー数、 5. スタバや FBI とも関わる企業の代表が創設者、
こういったもはや今後の高騰に向けて隙なしの銘柄です。先ほどお話したようにまだまだプロジェクト内容に興味深い点がたくさんあるので、希望する方が多ければ続編動画を出していこうと思います。もし希望者が少なくてもカラットダオやカラットダオのお得な参加方法を自分だけは知りたいという方はぜひ我々の LINE からカラッと深掘りとキーワードをください。カラットについて進捗があり次第最短で情報を共有したいと思います。同時にこの動画で出てきた GK シンクチェーン、レイヤー2、このあたりの単語についていまいち理解できていないという方も手遅れになる前に必ず遠慮なく質問をいただけたらと思います。あなたからのメッセージお待ちしています。またご自身でも Twitter や公式ホームページなどを引き続きしっかりチェックして最新情報は常に追いかけていただきたいと思います。我々とあなたで一緒に情報共有できたらとても嬉しいです。改めまして、この動画が分かりやすかった、ためになったと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録をぜひしていただき、この動画の概要欄にある我々の LINE から動画への感想なども送ってきていただけたら幸いです。こんな感じでクリプト機動隊の動画は仮想通貨業界のリアルな情報、損しないためにやっておくべきこと、最新情報などをお届けしてますので、仮想通貨で勝って送り人になりたいとか、次からのチャンスは絶対に逃したくないとか、そういった方はクリプト機動隊の YouTube のチャンネル登録と公式 LINE のご登録をぜひしていただければと思います。クリプト機動隊が仮想通貨投資で資金を作ってこれた理由として、情報を仕入れる速さ、良い案件に取り組む迅速さ、この2つを本当に大事にしてきたからだと自負しています。きっとクリプト機動隊の動画を見てくださっている方も、仮想通貨投資で送り人になりたいとか、100倍銘柄を一度で良いから掴んでみたいとか、そう思われている方がほとんどかなと思いますが、初心者で何から手をつけていいかわからない、いろいろと投資してきたけど失敗続きで自信がないとか、そういった声もいただいたりします。ただそんな時にクリプト機動隊に聞いてもらえたら、すぐにあなたの悩みを解決できますので、仮想通貨で勝ちたい、そう思われている方は必ず1チャンネル登録、2公式 LINE の登録、こちらを必ずしていただければと思います。クリプト機動隊もいろいろな方と情報交換したいので、気軽に LINE にメッセージいただけたらと思います。本日は動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。